旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人の仲間です。今回は島根県の絶景観光スポットをご紹介いたします。島根県の観光スポットといえば、縁結びの最強スポット出雲大社や世界遺産石見銀山が有名ですが、おすすめの観光スポットもたくさんあります。さらにはユネスコ世界ジオパーク、さらにはユネスコ世界ジオパーク隠岐諸島など、広い地域にわたって観光スポットが点在しています。そんな島根県には魅力的な観光スポットがたくさん。今回は島根県にある絶景が見られる観光スポットのご案内です。ただ、未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各地のスポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に状況を確認しておきましょう。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずはじめにご紹介するのは稲佐の浜です。稲佐の浜は弁天島がシンボルとなっている神迎えの浜で、国譲り国引き神話の舞台となった場所です。浜辺の奥に大国主の命と竹見和地の女将が国譲りの交渉をしたという屏風岩があります。出雲大社から西方向に1キロほど行った場所にある美しい海岸が稲佐の浜です。古事記の国譲り神話で知られています。毎年全国の神々が集まる神在月には、八百万の神々をお迎えする神迎え神事が行われるパワースポットです。稲佐の浜には弁天島と呼ばれる赤肌の大岩が存在感を見せています。晴れた日の夕暮れには弁天島越しに美しいサンセットが見られる人気の夕日スポットなんですよ。2021年までは海水浴場として親しまれていたのですが、残念なことに2022年より海開きはなくなりました。続いてご紹介するのは宍道湖です。宍道湖はわずかに塩分を含んだ汽水湖ということで、豊富な種類の魚介が生息しています。特にシジミは有名で、その漁獲量は日本一なんですよ。シラウオなどの宍道湖湿疹は松江を代表する味覚として知られています。湖の周辺にはたくさんの夕日スポットが点在していて、素晴らしい絶景を見ることができます。夕日の絶景スポットとしても有名な宍道湖は日本の夕日100選にも選ばれているんですよ。特に湖の東側から見る夕日が美しく、全面ガラス張りの島根県立美術館のロビーから見る夕日は感動もの。その他、遊覧船から眺める夕日もグッドですよ。そしてこれぞ島根という夕日の絶景写真を撮りたい方には、夕日鑑賞スポットとして有名なトルパという場所がおすすめ。ここからは宍道湖に浮かぶ嫁ヶ島の光景が最高に美しいです。湖畔に佇む袖獅子像も被写体として人気になっています。夕暮れ時になるとトルパ一帯が三脚を立てたプロアマを問わないフォトグラファーでいっぱいになります。続いてご紹介するのは壇上の滝です。壇上の滝は壇上神社の社殿にある2つの滝のことです。向かって左側の滝が目滝、右側が尾滝と2つの滝を総称して壇上の滝と呼んでいます。特に尾滝は迫力があり、滝の裏側に回り込むこともできますので、神秘的な滝のシャワーを堪能してください。表側から見る滝の姿とは異なる不思議な感覚で、美しい滝の絶景が楽しめますよ。また壇上の滝は全国名水百選にも選ばれており、長寿の水として知られています。壇上の滝は横尾山を源流とする名護川にある滝です。日本の滝百選に選定されているほか、
滝からほど近い水源となる湧水地には大勢の人が湧き水を汲みに訪れています。また日本の秘境百選や隠岐ジオパークを代表する滝でもあるんですよ。続いては湧子園をご紹介します。湧子園は山陰最大級の池泉回遊式庭園です。江戸時代に発達した日本庭園の一様式で、池とその周辺を巡る園路を中心に作られた日本庭園を言います。松江市内にある大根島という陸続きの島には、さまざまなボタンの花が見られる施設がありますが、中でも有名なのが湧子園なんですよ。ボタンの花は屋外では春と冬に見られます。それ以外の季節でも屋内で栽培しているので、湧子園では一年中鑑賞できるんですよ。とはいえ、一番の見どころとなるのは4月下旬からゴールデンウィークにかけてでしょう。ピンクや桜色のぽってりとした花びらのボタンが咲き誇り、園全体がボタンの甘い香りに包まれます。そして美しい絶景を作り出しているのはボタンだけではありません。専門の庭師によって整備された日本庭園や、池の周りに咲き誇るツツジ、シャクナゲ、アジサイ、サザンカ、そして梅や桜などといった季節の花々も見どころとなります。秋の紅葉シーズンを迎えると庭園全体が黄色や赤に染まり、それもまた絶景です。続いてご紹介するのは出雲日の岬灯台です。出雲日の岬灯台は石積みの灯台として日本一の高さとなる 43.65m を誇っています。島根半島の西端にある白亜の灯台で明治36年に設置されて以来、今でも現役で海の安全を守っているんですよ。世界の灯台100選にも選ばれている出雲日の岬灯台、有料ですが内部に入ることもできます。灯台上部にある展望台から見る光景はまさに絶景の一言。晴れた日には隠岐諸島も一望できます。平成25年国の登録有形文化財にも選ばれました。出雲日の岬灯台がある日の岬は日本海に面した海で奇岩絶壁が続く景勝地です。奇岩の中にある踏島は海猫の繁殖地としても知られるスポットで、国の天然記念物に指定されています。続いてご紹介するのは月照寺です。月照寺は山陰の紫陽花寺として知られる松前藩主松平家の菩提寺です。境内にある松平家の墓所には初代から九代までの墓が静かに佇んでおり、国の史跡にも指定されています。静けさの中に凛とした雰囲気が漂う境内には四季折々の花が咲き誇り、観光客の目を楽しませています。特に6月中旬から7月上旬にかけてはおよそ3万本のアジサイが筆舌しがたい絶景を作り上げています。この時期に島根を訪れた時は絶対に行かないと後悔する絶景スポットです。ギリシャ生まれの新聞記者であり紀行文作家、随筆家、小説家、日本研究家として有名な小泉八雲も愛した月照寺。情緒あふれる境内には季節ごとに桜、ツツジ、菖蒲、モミジなどのさまざまな花が咲きます。そんな中でやはり観光客の目を奪うのが梅雨時に咲き誇る3万本のアジサイですね。続いてご紹介するのは中川地の棚田です。中川地の棚田は日本の棚田100選にも選ばれた絶景が見られるスポットです。増田氏ゆかりの歌人柿本ひとまろにも読まれた内歌山の裾野に広がる棚田です。およそ150枚の水田が広がり、素晴らしい絶景を作り上げます。各々の田んぼには清水が引かれていて、美しい自然がしっかりと守られているんです。棚田を管理し災害の未然防止にも大きな役割を果たしている中川地の棚田、周辺の山々と調和して素晴らしい日本の原風景ともいえる自然な景観を作っています。中川地の棚田は
総面積およそ 6.2 ヘクタールの中に376枚の田んぼが配置され、平均勾配20度以上の急斜面に石積みしたものです。平安時代に形成されたのだとか。植え付け直後に見られる鏡面のような風景と、収穫前の黄金色に輝く穂が揺れる様子はまさに絶景となります。今回は島根県の絶景観光スポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。島根県には国宝、世界遺産、日本遺産、ユネスコ無形文化財、国の重要文化財、国の重要文化景観、国の天然記念物などが数多く認定または指定されている魅力的なエリアなんです。そして絶景が見られる観光スポットもたくさんあります。次の旅行先には素晴らしい絶景が見られる島根県に出かけてみませんか。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。